皆様こんにちは。今日は阿蘇市が昨年から取り組んでいます生き生き教室の会場に来ています。先ほど保健師から一人一人に体力測定の結果が配られ、それをもとに健康を維持していくための説明があり、元気な掛け替えとともに運動されているところです。阿蘇市は昔から農業が盛んで、ここに来ておられる65歳以上の方々もこれまでたくさん仕事をし、地域に貢献をされた方ばかりです。皆さんにはいつまでもお元気で、若い人たちの良きアドバイザーとして、これからも明るく元気に過ごしてほしいと願っております。今行っているこの生き生き教室は、保健師、栄養士など専門スタッフが阿蘇市内の全地域を回って、65歳以上の方々の体力測定をし、その結果をもとに一人一人に合ったプランで健康づくりを進めていくという、県下でも先駆けた大変充実した取り組みです。このようにスタッフも全力で頑張っておりますので、どうか皆さんにご一緒に健康な体を作っていただきたいと思います。私も先日金婚式でたくさんの先輩方にお会いをし、戦後のあの混乱期、そして高度成長期の中頑張ってこられた姿に感銘をしました。健康で長生きをしてほしいと心から願う次第です。今月はシルバースポーツ大会、そして文化祭が行われます。またここでも皆さんの元気な姿を体験できることを楽しみにしています。さて、いよいよ食べ物が一番おいしい季節となりました。場所が変わりまして、私は8月に阿蘇町農産物加工部会から株式会社となった阿蘇おふくろ工房に来ています。阿蘇市から今が旬の一品をご紹介します。これは赤戸漬けと言いまして、赤戸芋の茎を漬けたものです。阿蘇地方にだけ伝わる非常に珍しい漬物で、最近はこの真っ赤な色と生姜醤油で食べると美味しいことから、畑の馬刺しとも呼ばれています。この赤戸漬けは私の背の丈ほどある赤戸芋の茎を刈って水洗いし、10日ほど塩漬けしたものを皮を剥いていただきます。しかし日持ちがしないことが難点でした。ところが私が今来ております阿蘇おふくろ工房では、商品化に成功し、阿蘇を代表するお土産品として全国各地へ配送されています。しかし作業は大変で、農家から刈り取られた芋殻を大きな樽に漬け込み、真っ赤な色がつきましたら一本一本皮むきをし、真空パックします。この皮むく作業が時間を取り大変です。皆さん根気強く行っておられます。今年は4トンを出荷する予定です。阿蘇にしかないこの味をぜひご賞味ください。自然の酸味と歯ごたえがたまらない一品です。このほか阿蘇の大自然で採れた野菜や加工品が、阿蘇市数カ所の特産品販売所で所狭しと並び、皆さんのお越しを待っています。
収穫の秋、行楽の秋、そして食欲の秋です。阿蘇にお越しになり、大いにこの大自然と食材をお楽しみください。